どうしたの？急に立ち止まって。やっぱり足が痛い。え？パレード？そうだね。このまま行くと、俺たちはパレードの間に出ちゃう。勝手にパレードに紛れ込んだりしたら、係の人に怒られるんじゃないかって心配？うん。でも、それはどうかな？だってね、言ったでしょ？今日の君はどこからどう見てもお姫様そのものだってね。だから、意外とバレなかったりして。それどころか、みんな君のことをパレードに登場する本物のお姫様だと思っちゃうかも。大丈夫。俺を信じて。さ、一緒に行こう。お姫様にふさわしい場所へ。そうだね。みんな見てる。だけど自信を持って。もっと堂々としていて。今、君は本物のお姫様で、俺は王子様なんだから。あ、うん、いいね。音楽がワルツに変わった。お姫様とダンスをするにはぴったりだ。さ、顔を上げて。そのまま俺に体を預けて。大丈夫だよ。ちゃんと俺がエスコートしてあげる。任せて。そうだよ。すごく上手。ね、このままパレードの先頭に行こう。絶対大丈夫。君は完璧なお姫様にしか見えないから。お姫様にふさわしいのはここじゃない。誰よりもみんなに注目されるこの列の先頭だ。だってそうでしょ。お姫様と王子様はたくさんの人から祝福されて幸せになる。それがおとぎ話のフィナーレなんだから。さあ、いよいよフィナーレだ。しっかりお姫様になりきって。ほら、周りを見てごらん。もうみんな君のことお姫様だって信じて疑わない。君もひょっとすると自分は本当にお姫様なんじゃないかって思えたかな。締めくくりの花火だね。うん、とっても綺麗。楽しい時間ってどうしてこんなに過ぎるのが早いんだろう。ねえ、お姫様、こっち来て。今日は君のおかげで本当に楽しかった。大好きな君の笑顔をこうしてずっとそばで見ていられたから。大好きだよ。誰よりも君のことが好きね。キスしようか。人がたくさんいるって大丈夫。今はみんな花火を見てるから誰も気がつかない。でもね、君はダメだよ。
残念だけど花火はお預け。それよりほら、今は俺だけを見て。でもそれはどうかな。だってね、言ったでしょ、今日の君はどこからどう見てもお姫様そのものだってね。だから意外とバレなかったりして、それどころかみんな君のことをパレードに登場する本物のお姫様だと思っちゃうかも。大丈夫、俺を信じて。さ、一緒に行こう。お姫様にふさわしい場所へ。どうしたの？急に立ち止まって。やっぱり足が痛い。え？パレード？そうだね。このまま行くと、俺たちはパレードの間に出ちゃう。勝手にパレードに紛れ込んだりしたら、係の人に怒られるんじゃないかって心配？うん。大丈夫だよ。ちゃんと俺がエスコートしてあげる。任せて。そうだよ。すごく上手。ね。このままパレードの先頭に行こう。絶対大丈夫。君は完璧なお姫様にしか見えないから。お姫様にふさわしいのはここじゃない。誰よりもみんなに注目されるこの列の先頭だ。だってそうでしょ、お姫様と王子様はたくさんの人から祝福されて幸せになる。それがおとぎ話のフィナーレなんだから。さあ、いよいよフィナーレだ。しっかりお姫様になりきって。ほら、周りを見てごらん。もうみんな君のことお姫様だって信じて疑わない。君もひょっとすると自分は本当にお姫様なんじゃないかって思えたかな。そうだね、みんな見てる。だけど自信を持って、もっと堂々としていて。今君は本物のお姫様で、俺は王子様なんだから。あ、うん、いいね。音楽がワルツに変わった。お姫様とダンスをするにはぴったりだ。顔を上げて、そのまま俺に体を預けて。